はね、この私の大好きなマッシュルームのジャムと、マッシュルームじゃなくって、マシュマロや、マシュマロ。このマシュマロのね、塗るやつなんですけど、なんとね、キャラメル味が出てたんで買いました。なんか以前私のブログの記事で、マシュマロの塗るやつ美味しいんですよって言ってたやつは、あれ本当にもうベターなマシュマロ、マシュマロ味。でもこれはマシュマロのキャラメル味です。せっかくなんで食パン買ってきました。穀物食パン。チルチルのやつです。この食パンに、このキャラメルマシュマロトースト塗って食べたいのと、あとね、これこの前紹介したスイッチュっていうチキンのね残ったタレ、これもパンにつけて食べたいと思います。ナッツとかね、さつまいもとかまだ残ってるんで塗って食べたいと思います。はい、じゃあまずこのキャラメルのやつ、届いたばっかりなんでね、まだ新品です。うわ、すごっ、なんかもうパンパンに入ってんのかな、溢れ出てきた、すごい粘り気が、うわうわ、なんかトロットロしてる。はい、こういうやつ、あ、やば、キャラメルの匂いする。以前私のブログを見てくれた方は知ってると思います。どうしようかな、今回はね、塗ってから焼いてもいいし、焼いてから塗ってもいいし、あ、でも焼いて塗ったらね、マシュマロがね、ちょっとこんがり感というかふわふわ感が出ないんですよね。塗ってから焼こうかな。ちょっとせっかくなんで美味しそうな部分を2枚ですね。じゃあまずこのキャラメルのマシュマロのやつ、ちょっとパンに塗ってます。こんなのですね。結構粘り気がありますよね。もうマシュマロをね、なんかこうジャムにしたような感じのやつですね。じゃあパンにこう多めにね、しっかりつけようかなと思います。たっぷりつけた方がね美味しいんで。よし、こんな感じかな。ちょっとね、舐めてみます。うん、もっちもちしてる、美味しい。それでこっちのチキンのね、ソースの残り、これもちょっとこういう風にね、塗っていきます。あ、まだこのさつまいもが残ってるのがいいな。なんか同じキャラメルみたいな感じですけど、匂いは全然違う。ていうか、めっちゃいい感じのナッツが、クランベリーとか入ってるから絶対合いますよね。こんな感じかな、美味しそうですね、結構じゃあどちらも焼いていきます。じゃあちょっと待ちます。あ、もういいかも、ちょっと待って、もういいかもっていうか、ちょっとやりすぎかなやばい、めっちゃ熱そう。あ、でもちょうどいいくらいかも。あ、熱っ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 。世の主婦はこれトーストを焼いた後にどうやって釣ってるのかしら。よし、押してきた、完成です。こっちがキャラメル味のマシュマロのソースのトーストで、こっちがこの前食べたスイッチチキンの残りのタレをかけたトースト。こんな感じです。めっちゃいい香りがしてます。どっちだろう、どっちもか。ちょっとコーラをね、用意します。今日コーラゲットしました。ちょっと時間が経って氷が溶けちゃってましたね。やばい、久しぶりのコーラ、美味しい。やばいですね。じゃあ早速いただきます。チキンで残ったソースのやつ、さつまいもが若干焦げましたね。クランベリーやナッツ、ひまわりの種も塗ってます。うん、甘っ。うん、美味しい美味しい。ナッツがいい感じ。でもね、思ったよりもね、チキン感が出てる。なんかチキン食べてる時はこのソースデザート系だなって思ったけど、パンに乗せるとやっぱチキンですね。やっぱチキン入ってたからチキンの味が染み込んだから。ちょっとこのさつまいもの部分。やっぱ大学芋美味しい。あ、結構いけますね、これ。なんか食事系のパンなのか普通に甘い系のパンなのかよくわかんないですね。若干柚子の香りが。うん、美味しい。やっぱりね、パンに合いました。ただ想像してたほどでもなかったけど、でもそこそこ美味しかったですじゃあお待ちかねのこのね、キャラメルマシュマロのトーストです。ちょっとね、焦げていい感じになりました。うん、美味しい。やっぱりこれ美味しい。キャラメル味になっても前と変わりあるかな、普通のやつと。
うん、でも美味しい。表面がこんがり焼けてパリッとしてるんですけど、中はねまだトロトロふわふわです。いや、あれだけ塗ったのにすごい縮まった。もっと塗ったらよかった。でもマシュマロ感やば、めっちゃ美味しい。なんかね、言うなら焼きマシュマロをそのままのけた感じ。バーベキューとかで最後に焼きマシュマロするじゃないですか。あんな感じですね。表面パリッと中ふわもちみたいな。めっちゃこの蓋ちょっと不便ですね。あのね、思い出した。前これマシュマロトーストのこれ食べた時よりもキャラメルなんで、やっぱ甘さが強いかもしれない。あとね、前普通にこのマシュマロの塗るやつ買った時に、食パンにスライスチーズ乗せてからこのマシュマロのやつ乗せるとチーズの塩気が加わってね、めっちゃ美味しかったの覚えてます。だからね、このマシュマロの塗るやつとチーズの組み合わせはおすすめです。で、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。